ヨネズケ米津ヨネズの作品レモン。レモンは日本のミュージシャン、ヨネズケの楽曲。メジャー通算8枚目のシングルの表題曲である。CD リリースに先立ち、2018年2月12日にソニーミュージックレコーズより配信リリース。同年3月14日にフィジカルがリリースされた。リリース直後から音楽配信サービスや動画共有サービスで反響を呼び、 以降歴史的ロングヒットを記録し2018年、2019年を代表する曲となった。レモンは TBS テレビの金曜ドラマ、アンナチュラルの主題歌として書き下ろされた。2017年12月14日、ワンマンライブツアー、ヨネズケ2017ツアー、フォグバウンドの神奈川県パシフィコ、横浜国立大ホールでの公演内において楽曲を制作中であることが、 本人から述べられた。同月の12月29日に、兄弟曲のレコーディングを終えた胸が、余熱のツイッターアカウントに投稿された。ドラマの初回放送日である1月12日、ドラマの第一話エンディングで楽曲が初めてオンエアされ、同時にデモンに合わせたビジュアルワークが公開された。楽曲に対しては、主演を務める石原さとみと脚本を担当する。 乃木アキコからコメントが寄せられた。ドラマ第2話放送後、シングルリリースが告知された。リリースはヨネツにとってピースサイン以来9ヶ月ぶり、また2018年最初であった。同時にジャケットワークが公開された。過去作品と同様にヨネツのイラストが使用されており、枝から垂直になったレモンの果実が描かれている。フィジカルは、 ドラマの最終話が放送される3月14日、初回限定版の2種類と通常版の合計3、携帯がリリースされた。通常版は CD のみ。レモン版には、レターセット、DVD 版にはメガボルトとライブ映像を収録した、DVD がそれぞれ特典として付属する。全携帯の初回版には、共通して、特典として10月27日28日に、 幕張メッセにて開催される、ヨネズケンシ2018、ライブ、フラミンゴのチケットの最速先行抽選応募券が封入された。レモンは、アンナチュラルの主題歌として書き下ろされたが、劇中では、人の死を多く扱っており、楽曲も同じテーマが重要視されて制作された。制作当初の仮タイトル、メメントであったが、 あまりに直接的すぎるという理由で変更された。タイトルや歌詞に用いられた、レモンについては、梶井基次郎の、レモンや高村光太郎の、知恵故障などから無意識的に自分の頭の中には、あったものから生まれたもの、という面はあるかもしれないと述べている。また、楽曲制作中に祖父が他界し、自分の中での死に対する価値観が変わったことで、かなり悩んだことや歓声までに、 かなりの時間がかかったことを明かしている。ドラマプロデューサーからは、傷ついた人たちを優しく包み込むような曲として、オーダーされたが、余熱本人は出来上がった楽曲について、あなたが死んで、悲しいですとしか言ってない気がするとの感想を持っている。コード進行は松戸や由美、松藤や美ハロー、マイフレンドから影響を受けている。カップリングの、クランベリーとパンケーキは、 余熱が二日酔いの状態の時に制作された。先行配信された兄弟曲は2018年2月26日付のビルボードジャパンホット100で初登場2位を記録した。同日付のオリコン週間デジタルシングルランキングでは約23.6万ダウンロードで初登場1位を記録した。また、このダウンロード数は前年12月に正式スタートした。 オリコン週間デジタルシングルランキングの発売初週ダウンロード数、累積ダウンロード数の歴代記録を塗り替える結果となった。オリコン週間デジタルシングルランキングでは、その後発売以来10週連続で1位を獲得し5月5日付で累計ダウンロード数100万回を突破した。二千十九年十一月十一日付最新、オリコン週間からオケランキングにて一位を獲得し、 歴代連続1位獲得周数を85周に伸ばした。2019年3月25日付、オリコン週間カラオケランキングにて52周連続1位という新記録を樹立した後も、現在まで途切れることなく1位を獲得し続けており、1.5年以上にわたり前代未踏の記録を更新し続けている。3月14日にフィジカルが発売され、 26日付のオリコン週間、ランキングビルボードジャパンホット100では、初登場2位を記録した。4列のシングルが初週10万枚以上売り上げるのは、初となる。フィジカルは1週間でおよそ30万枚が出荷され、配信数と合計して、ミリオンセールスを記録したと報じられた。3月19日付の香港、及び台湾の iTunes 総合チャートで1位を獲得しており、 この影響で台湾では4月、中国では8月に CD シングルリリースが告知されている。翌週4月2日付のオリコン週間ランキングでは約4万枚を売り上げて2位を保持。ビルボードジャパンホット100ではワンランクアップして1位を獲得した。レコード会社調べでは2018年10月17日までにフィジカルの出荷枚数が41万枚を突破し、 2018年12月度日本レコード、協会リリースにて、ダブルプラチナに認定された。2018年12月21日付で、表題曲が配信で200万ダウンロードを突破。2019年9月23日付で、表題曲が配信で300万ダウンロードを突破した。19年度の期間内総売上数が10月8日付で100.1万 DL を記録し、 2019年度初のデジタルシングル100万 DL 突破作品となった。日本音楽著作権協会の著作権使用量、分配額ランキングでは2018年度の年間4位、2019年度の年間1位を獲得した。2020年のジャスラック賞金賞を受賞している。2018年2019年、レモンのミュージックビデオは水曜日のカンパネラ。 サカナクションなどのミュージックビデオを手掛けた山田智和が監督、カメラマンの今村圭介が撮影を務めた。本編には映像作家とダンサーを兼業する吉海直が出演している。アンナチュラルは人間の死を扱う方位解剖医の活躍へスポットを当てており、楽曲もまた人間同士の死別がモチーフにされた。これに合わせて、 ミュージックビデオは死者に捧げるミサ曲を構想し、教会で撮影された。クレジット出演、レモンのミュージックビデオは2018年2月26日に YouTube の余熱のチャンネルで公開された。ビデオは公開から約13時間で100万回、6日間で1000万回再生を記録。いずれも余熱のチャンネルでアップロードされたビデオの歴代最速記録を 更新する結果となった。以降も際立った速度で回数を伸ばし、同年6月11日時点で1億回再生を記録した。4列の楽曲の再生数が1億回を突破したのは、アイネクライネについで2度目、ダオコとのコラボレーション楽曲である、打ち上げ花火を含めれば3度目の快挙であった。これを記念して、8月11日に、お台場海浜公園にて開催される。 東京花火大祭2018へどもで、にて、楽曲と花火のコラボレーションが決定している。以降は11月4日に2億回、2019年2月9日には3億回を突破した。YouTube において、日本のミュージシャンによるミュージックビデオが3億回再生に達したのは、史上初のことであった。また6月16日時点で4億回。 12月17日時点で5億回再生を記録。2020年8月10日に6億回再生を記録した。いずれも日本ミュージシャン史上初のことであった。四列の歌唱が行われた大塚国際美術館システィーナホール2018年12月31日に放送された第69回 NHK 紅白歌合戦に4熱が白組として出演し、 レモンを歌唱した。四列は NHK からの出演依頼に対し、祖父が暮らした故郷で歌唱することに大きな意味があるような気がしてと、祖父の死から一年を経た節目で祖父に思いを込めた曲を地元で歌うことに意義を感じ、出演を承諾。四列は番組後半の全体における24番手、白組における20番手として、主会場である。 NHK ホールではなく、郷里の徳島県にある、大塚国際美術館、システィーナホールからの生中継で歌唱した。システィーナホール内に、無数のキャンドルが設置された幻想的な空間で、レモンをフルコーラスで歌唱し、演奏中には、ダンサーの菅原小春が、辻元智彦の振り付けによるダンスを披露した。四月はテレビでのメディア露出が、 他の出演者と比較しても非常に少ないことで知られており、歌唱後にはこれまでテレビ番組の生出演がなかったヨネツがこの場を用意していただいたすべての方に感謝の気持ちを述べたいと思います。本当にどうもありがとうございますと挨拶したこともあり、大きな反響を呼んだ。2018年ソフトバンク CM シラトやミステリートレインシリーズヨネツゲブリペンにて、 俳優の子孫ンがカバーしている。同年2月、コバソロ春茶がカバー映像を公開した。原曲にも似たコバソロによる、ホーリズムとストリングス、春茶によるアコースティックギターを交えた編成となっている。同年5月、シンガーソングライターのマフマフはアコースティックテイストでカバーした。同年9月、演歌歌手の徳永裕樹は、 演歌歌手が J-POP をカバーして対決する音楽番組演歌の乱」ミリオンヒット J-POP で紅白歌合戦 SP にて拳を交えた歌声を披露した。2020年3月シンガーソングライターの広瀬香美がジャズ風にカバーした動画を YouTube に投稿した。同年8月韓国の男性アイドルグループエクソのメンバーチャン夜がインスタグラムライブで自身でカバーしたと思われる。 音源を流しながら、同曲を口ずさんだ。8月15日に、サウンドクラウドにカバー音源をアップしたが、すぐに削除した。その日が幸福節だったことから否定的な反応が寄せられていたが、チャンヨル自身は削除した理由を明らかにしていない。2019年2月、マスコットキャラクターであるガチャピンとムックによるカバー動画、ヨネズケンシ、レモンの上、 担当の人やってみたを公開。両者は曲の途中に入る、ウェというフレーズに着目し、一切手抜きせずに歌ってみた動画の撮影を行った。動画はガチャピン編とムック編の2種類が公開された。なお、ヨネズがライブ映像を DVD 化するのは初めてである。ありがとうございます。